はじめまして、第二分校の生徒と教官の皆さん。鉄道憲兵隊少佐、クレア・リーベルトと言います。第二分校専用特別走行列車、デアフリンガー号をお渡しします。入学より3週間、いまだ浮き足立つ者もおろう。だが先日の気候兵教練も経て、そなたらの扉はさらに開かれた。そして古来より、旅は人を成長させるとも言う。そなたらが一回り大きくなって帰ることを期待する。以上。
ハーセル、オルランド、ひな鳥たちのことはよろしく頼む。はい、お任せください。ま、いろいろありそうだが、微力は尽くさせてもらいますよ。そしてシュバルサ、北方戦役の終結から続いていた凪は終わった。大いなる力を持つ者として流れを見極めてくるがいい。己の未熟さと向き合い、時に周囲に頼りながらな。文校長。ええ、承知しました。気候兵の運用と整備については一通り教えた通りだ。小波程度の通常整備ならなんとか一人でやりきるがいい。サイス中央工房の誇りにかけてな。はい、お任せください。将軍、生徒教官合わせて24名、何人無事に戻ってくることやら。これより先は激動の時代。飢餓も国も老若男女の違いもなく、乗り越えられないのであらば、どの道明日はないでしょう。
帰るな。教官、始めますよ。
号1号車より第2分校生全員に連絡します。演習予定地への到着時刻は明朝5時10分となる見込みです。そろそろ就寝の支度をして今夜はゆっくり休んでくださいね。